待て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 、勝手に喋り出すな。焦ってもう撮っちゃったじゃねえか。ビビるわ。これが楽しみで俺待ってたのに。危な。ということで、今日もちょっと楽しみに、お、流れ星やっていこうかなと思います。あんまり俺やったこと実はなくてね、この流れ星を降ってきた後にさ、なんか実際星のかけらかなんか広いんだよね。俺やったことないんだよね。だから一個も持ってなくて、めっちゃ降るやん。じゃあということでやっていきますか。さて、うわこれやばいぞ、来るぞ。え、もう言うんかな、誰か言うんかな。誰、レイコさん誰、名前だけじゃ何も分かんないんだけど。考えたら俺、名前誰一人知らないんだよ。俺女ってことは分かるな。女だな。誰だよ、レイコって。いろいろと暮らしについてアドバイスしてあげてほしいだろう。やっぱ一人ずつなんや。来るんは。不人気？白い鳥？なんだなんだ？なんかもう鳥って聞いただけで、あんま言いたくないけど、ハズレ感すごいな。鳥ってなんか、なんだろうな。なんかこう、あらゆる生物の中で一番触れ合いが少ない気がする、鳥って。触れ合いたい気持ちがない気がする。美人なんだ。まあ、レイコって名前だし。ということで、ちょっと服も変わっとるでしょ。下準備いろいろしたんすわ。ちょっと見に行こうかな。レイコというカワウ、もう歩いてないだろうな。え？おっさんやん。え、なにこれ、これレイコ？え、なにこれ、パニエル？君この島に住んでる人かい？私は近くの島に住んでいるパニエルだ、よろしく。パニーとでも呼んでくれたらいいよ。はっはっは。誰もそう呼んでくれないんだけどね。そうなんだ。それはまあそれはさておき、私がここに来たのはね、最近この坂田里が密かに注目を浴びていると聞いて。何よいしょしてんだ。私も自分が思い描いている理想のコミューンってなんだ、コミューン作りの参考になると思って見学しに来たのさ。最初は無人島だったと聞いてたのに盛り上がりが感じられて驚いたよ。だろ、マジで。仕掛け人はもしかして君だったりするのかな。はっはっは。そうだ、よかったら君も私の、え、そうなの、ファニエルの家遊びに行けんだ。へえ、え、そうなん、こんなやつの島に遊びに行けんの。へえ、な、写真撮りに行けんの。タカさん全身タイツなわけねえだろ。おしゃれな服着てんだよ。わかんねえかな、わかんねえかな。あ、でも家できてるなと思ったらこれ、え、家できてんじゃねえかよ。待って、あ、ここだけできてないんや。え、じゃあ二人来てんじゃない、実は。待って、え、ちょっと待って、二人来てるよね。え、どうしよう、もう一人誰だよ。おい、誰だよ、マジで気になるな。行きます。はっ、やばい、ドキドキしてきた。誰だよ、誰なんだよ。え、わからん、なんか叩いてる。オーロラって書いてるってことは、お前も鳥かよ。もう一匹も鳥かける鳥やん。あ、これはペンギンなんや。でも鳥やんな、ペンギン。もういきなり慣れしいし。え、女？男？どっち？これからきっとお世話になることがあると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ダジョー、なんか語尾きっしょ。ありえないんだけど。嘘やん。え、これ語尾？キモ、嘘やろ。マジできしょいんだけど。せっかく来てくださったのに、お構いできなくてごめんなさい。ダジョー。いや、キモいって、はたぼう、そう、はたぼうやん。はたぼうやん。お粗末に出てくる。ふと思い立ったんで、竹のフロアスタンドを作っているんですよ。
ついつい飲み込んじゃって、 DIY って奥が深いんですよね。お前まだ来たばっかりやろ、もう引きこもってんのか。いや、なんかでも教えてくれそう。もらおう、レシピもらえるんや。へえ、ありがとうございます。まあこれがお近づきの印ってやつだろうな。ダジョーってキモってか、家整いすぎてんな。なんで俺より整ってんだよマジで。お前こんな整ってんだったら準備させんなよ、気持ち悪いな。もうないわ。まあでも思ったより可愛いかもしれんな。語尾マジで気色悪いな、マジで嫌だな。でこいつがレイコか。レイコいるかな。あ、家にいるやん。俺が準備したった家やでなあ、レイコ。うわ、レイコ全然整ってねえやん、来たばっかやん。ダンボールだけ。あ、でも思ったより可愛いんじゃないか、鳥にすれば。思ったより立体感のある鳥。あ、この島の人はじめまして。あたいは今日ここに引っ越してきたレイコだよ。レイコだよって。まさかさん、たのちゃん、いい名前だね。これからどうぞよろしく。まだ散らかってるけど、今超可愛い部屋になるから。え、こいつの語尾けど、なんなんこれ、新設定入ってきた。あ、なんかあの俺の住民2人なかったよね、そんな設定あったか。あ、あったわ、やったぜみたいなやついたわ。何やったっけあれ、何やったっけ、あったな、もともと。なんですか、オズモンドなんか言ってたよね。はーんだ、そうだ、はーんとわーいだ。あー、なるほど、あんだこういう設定やっぱ。え、もう真っ暗じゃん。荷物持ってきすぎたかな、全然片付いてないんだけど。あ、ちょっと可愛いな、マイペースな野郎だ。あ、これ俺に言ってんのか、誰に言ってんだお前。ちょっと可愛いな、お前もレシピくれよ。お近づきの印にワンピくれよ。間違えて古着と売っちゃったかも。あー、ショック。乙女のつぶやき出たの、もう照れるじゃん。今あたいの頭の中にあるレイコーワールドを再現するのに大忙しなんだけど。いや、この語尾おかしいやろ。何でも合う語尾と何でも合わん語尾があるけど、ハーンはまあいいよ、 Y もまあいいよ、いろんな Y があるから。けどおかしいやろ、なんか引っかかるやん。え、けど何みたいな、けどなんだよ。ああ、なるほどな、こんな感じか。でも思ったより可愛いし、ちょっと仲良くしていけそうな気もしないでもない感じもするな。もう一人わかんないのよ、まだ。もう一人わかんない。あと一人ね。見れると思うよ、多分これ見たら。でも俺見たくないんだ。来てから迎えたいんだ。いや、いい、見ない。絶対見ない。あ、そう、あと今日俺めっちゃ楽しみあんのよ。ここのトイレね、ほら、元に戻ってんでしょ。あげたんすよ。頼む！頼む！わっしゃーい！うっ、最高やん、これ。僕、取っとこう。あ、違う。取りたい。よっしゃー。最高やん。めっちゃ臭そう。ありえんぐらい臭そう。なんか、アンモニアの匂いしそう。部屋入ってきたら。どうやって写真撮るんやっけ。じゃあは写真撮るん、どうすんのやったっけ。あ、違う、あれ撮れなかったっけ写真。スマホ、あ、スマホか、四角か。え、違う、どのボタンだこれか。永久にわからんやん。あ、これや。よしで、こうやってちょっと移動して、お前も来い、やっておいで、撮ろうよ一緒に、なあ。
トロや来た、やばい、もうやったやった、ちょっと待って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 、取らせて取らせて、あーやべんだって、やべんだよお前、やべんだよ、取り方分かれへんで、まあいいや、もっかいもっかいだけ付き合ってよ、付き合え、もっかい来い、来た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 、もう一回、もう、ちょ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 、あー、待て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 、おーい、もうええわお前、だる、クソは、あ、やべえ、何しに来たっていう音聞こえたな今、何しに来たっていう音聞こえたな、話しかけるの忘れてたわ、あまりに楽しくなりすぎて、ちょっと話しかけよう、あーでもプレゼント俺持ってきてないな、プレゼントなんか準備しよう、また来るわ、ごめんな、え、カメラ見てってできんだ、へえ。はしご作りましたよ、はしご、いや石とかじゃないね、もうなんかね装備したり家に飾ってくれるもんをあげたい、今日のガチャ行きましょう、あ、そう、マリオもね頼んとかないと、なんかあれでしょ、頼むんでしょ、軽く調べましたよわし、あの ATM かなんかで、そうやんね、ちょっと買っとこうかな先に、だから次のヒントどこからまた今度かな、マリオグッズは、うん、どうもどうも、今日の放送でもお知らせしたけど、リメイク体験、リメイク体験ワークショップをスタートしたんだもん、何それ何それ、リメイクをマスターしたら DIY がもっと楽しくなる、え、何それ何それ、ちょ、参加させてくれや、え、色違いが作れるの、へえ、これやな、うん、ちょっと やりたいっすわ、え、うわ、やばい、今日やりたいこといっぱいあるのに、やばい、なんか、え、終わった、あ、今から説明すんね、今からか、なんかやった体にしてくれるんかと思った、あー結局準備が必要なんや、なるほど、じゃあ必要なもんを集めてこいってことかな、うん、いやもうね、ざっくり終わってくれるんかと思った、もうこの出てるお腹叩きたいよね、ほんまに全然話聞いてないんやけど、もう早く終わって、もうだるだるだる、もう早く、もう長い長い長い、あれせえや、もうレシピだけよこせや、レシピだけ、分かったよ、それ最初からそれせえや、お前いやいや、ね、クローゼット何全然聞いてなかったや、森田の、そういえばそろそろ旅行とかに行ってもおんのかな住民、マイル交換かな、ショッピングかな、どっちなんやろ、これスペシャル商品だ、絶対そうだ、望遠鏡、お、待って、これこういうのもいいのあるかもな、え、ちゃうやん、ないやん、あ、これこれだわ、あ、これだわ、てか高っ、1日1個っすかこれ、うわちゃうやん、何個も買えるやん、いやこんなんずるいって、5個まで、5個もいらんもん、でもセットでくれや、セットで、うわもう多いって、あー、これは絶対欲しいな、ちょっとこれ欲しいな、え、ちょっと待って、あのか、ええあのウサギをピーチ姫に仕立て上げることもできんの、もうええやん、みんなでおそろなく着ようや、いやええやん、テンション上がるやんこんなん、あ、やばい、買っちゃう、てか金なくなってば、ああ、そういうこと、5点って別、え、い、5個買えないってことじゃなくて、あ、そういうことだ、あー、もうそういうことか、でも先に服にしてよかったな、ある意味ついてたわ、え、バイバイ、何そのエッチな響き、オッケー、よっしゃー、こんなもんかな、で
このセーターおしゃれかなと思って着てたんやけど、なんかズボンのせいかな、なんか変やな。じゃあお前の話聞いてなかったん。あ、でももう一回聞くん嫌やわ。ちょ、教えてみんな。長いねんこいつの話。ようやくせいや、これやってこれやったらこうなりますって言ってくれたらええねん。クローゼットを持ってこい。はあ、ははあ、クローゼット作ればええねんな。オッケー、もう最初からそう言ってくれればええねんな。クローゼットを作れんで済むもん。それをあんな長々とどうの、あの、どうの、木材か。でも今日の買い物も済んでないしな。ちょっと今日のおさ捧げ物見に行くか。今日の捧げ物見に行こうか。ちょっといろいろやりたいことあるわ。そう、貢ぎ物何売ってるかな。おー、なるほど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 。これは何、書類の山でございます。事務所やん、こんなん置いてあんの。なんなんこれ、こんなん、こんなんもう売んの。何の書類やねん。お勉強セット、あー、なるほど。欲しいか欲しくないかで言うと、これちょっとパーティーの飾りか。安いな、買っちゃうか。安いもんな。これ何、ジュークボックスじゃねえよな。ケアレースミスって書いてる。なんて書いてるの、レトロな給油機。給油機レトロすぎて分からへんねんけど。マジでこんなんあったん。ガソリン、え、ガソリンか。あー、なるほどな、なるほどな、買ってもたな。よっしゃ、んー、なんか買ってもたな。マーシンとこ置いてあったん。マーシンなんでどういう風な用途で買ったんやろ。ちょっと木も切らなあかんけど、家にあるもんで一回ちょっと渡せそうなもんもちょっと軽く見てみようか。おー、てかええやん、俺の部屋なんか広いし。いや、めっちゃいいやん、いいやん、なんかこの広さいいな。テレビやっぱ欲しいな、ね、あの薄型ので。アイテムの見方これかな。よっしゃ、どれあげようかな。サンドバッグあげてもぶっちゃけいいよね。でもこれをあげたせいで、あのトイレが違う場所に行くのはすごくね、危険なのよね。とても危険。あのトイレ動かしてほしくないから。服あげようかな。てか今日来たあの可愛いやつにこれあげたいけど、でもまだ仲良くないもんな。無理か、無理やな。何かあげられるもんないっすかね。ペンギン、ペンギン、そうそうそう、ペンギン。あ、びっくりした、住民のことか。俺ペンギンのアイテムなんか持ってたかなと思って考えてもた。あー、なるほど、今日渡すもん。サンドバッグでもあげてもうええな。リングコーンあるから早くスイッチ欲しいな。星のかけら持ってるやん。え、持ってた、実は拾ってるやん。記憶消えてるやん。え、じゃあ俺作れんの、あのヒューってあの棒、大きいのと小さい5個あったらいける。作ろうかな、作れますか。やった、作ろう。ね、なんか服のセットレシピあったら。ある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 、レシピあるあるある、あんねん。どこで手に入れたか記憶にないんやけど、どこで撮ったんやろほんまに。なんか持ってた。で、そういえば星、木切るか先に。そうしよう、木を切ってから。木切る、あ、風子と話したからなんや。なるほどなるほど。
木切ります。ここで斧買います。もう斧はね、作る時代終わってん、買う時代やってんねん、安いし、木の、しかもこのね、石の斧がすごくね、木を切らなくて済むねん。俺何回叩いたか忘れてまうから、これ使わないとちょっとね不安なんねん。そう、木折れへんし、何回叩いたっけ今って、もうこれ一回叩いたやつかなってなるから怖くてね。3回目に折れるのは知ってるから。いや怖くない、俺石とか何回もやっちゃうんやけど。は？名前今日初めてやろがい。よしよし、3つまでやな。あ、小さいから？そうなん？あれ小さいん？育ちきってないんや。もうほぼ大人やから。何個、何がいるんやったっけ？クローゼット3つやったっけ？あと何個ぐらい足りてなかったっけ？柔らかいやつやったっけ？普通の木材か。全部違うやん、すごいな。何も覚えてない。あ、今日、あ、やばいやばいやばい、来た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 、そこは何何何何、え、何よそんな笑顔で、どうしたんよ。うん、すみました。うん、わ、そうなん、もう嬉しいんや、新しい準備来て、かええやつやん、お前。お前その服全然似合ってないから、バスケのやつ着たからええぞ。これからもまたまた増えるであろう。新しい住民証をおもてなしするために。なんかすんの？何すんの？スノーを飾り付けして、もっといい感じにできないかなって思ってるんだ。あ、勝手にやってくれよ。巻き込まずさ。うち的には十分いい感じだとは思ってるんだけどさ。単純にうちも自分なりの、じゃあやってくれや！頼むで！でさ、あんたにどこか飾ってもらえないかと思って用意してきたものがあるんだ。あ、用意してくるね、さすがに。ありがとう。何やろ。え、何くれてくれんの？石碑。嘘やろ。石碑？ちょっと待ってよ。ちょ、一回置いてみていい？またもおかしいやろ。何の石碑やねん。何が盛り上がんねん、これの。何がおもろいねん、これで。なんなん、その、墓盛りキャラ。服もそうやし。石津石ってあるみたいな振ってるし。叩いてたし、すでに。ね？ね？あるでしょ？もうなんか、あるでしょ？ね？あるでしょ？あぶねえ、折ってた、折ってた。あ、ミノムシ。俺持ってたっけ、ミノムシ。あ、消えんの早。連続3回じゃなきゃ OK ですよ。あ、そうなん？切れへんの？ということで、ちょっと、あの石碑、あいつにあげよう。何あげようかなって迷ってないけど。いや、ここに置いてもいいな。待てよ。ここに置いてもええな。てか、こいつ、もう出ていくとき、はてな、やめてくれや。マジで。笑ってまおって、そんな。あ、いいな、ここで眠るって感じして、ええやん、これ。で、俺、こいつ何あげるんやっけ？やば。何あげよう。何も、あ、寝てる、かわいい。寝てるやん。マルチボーダー、これ前俺着てたやつか。これ割と気に入ってるしなー。これは？パーティーの飾り。あげるもんねえな。サンドバッグ持ってきてないねえな。だからやめよう。やばい。プレゼント
サングラス。いいな、サングラスにしようかな。確かにサングラスいいな。サングラスにしようかな。あのクソダサいサングラスね。ハートの。どれが俺のいいかわからないと思う。これか。あ、なんか溜まってんな、しかも。ちょっと見てみようかな。あん中にもしかしたら、サングラス以上の、何か眠ってる可能性あるかもしれん。見てみよう。何入ってるかな。え、ホズモンドから手紙来てんねんけど。オイラーのおすすめの筋トレメニューをお前に教えるぞ。腹筋100万。腹筋100万回再生と腕立て100万回再生とスクワット100万回再生と あかんおもろすぎるこいつ。やばい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 達成したことないんや。そりゃそうやろ、ムキムキのオズモンドだ。もっと手紙くれ。めっちゃおもろいやん、お前。あ、もうほんまに一番好き。もしもし、一番好きや、オズモンド。やばいやばい、喉痛めた。明日もリハあんのに、もう。ああ。疲れた、笑い。いや、おもろすぎやろ、あいつ。鼻水も出てきたわ。これ何？開けよう。あー、これ金に、金か。金やん。金でしたわ。ゆめみからの金でしたわ。お食事券でしたわ。よっしゃ。あ、グラサンとの忘れてた。そうそうそう、グラサンやった。あー、しんどう笑いすぎて。そうやったな。やることいっぱいや。グラさんどこかな。あったあった。これね。これ似合うわ。絶対似合うわ。なあ。100似合うよね。よし。こんなもんやな。あとこれ置いてほしいな。これも置いてほしいな。オズモンドの家に。めっちゃ置いてほしいな。でもトイレなくなったら嫌やな。やめよう。あ、そう、アイーダにもあげるもんね。考えなあかんね。あかんわ。むずいわ、このゲームプレゼントすんの。どんどんむずなっていくやん。どうしよう。トイレもう一個欲しいのにな。てか、サンドバッグ？あー、めっちゃむずい。悩む。え、ちょ、ほんまに売ってるもんなんか他になかったっけ。やばい、めっちゃ迷う。どうしよう。俺適当にプレゼントしてないから。心込めてるもん。あー、こんなんじゃあいつは喜ばねえ。ダメだ。喜んでくれねえ。待てよ。まずオズモンドにプレゼント渡すやん。そしたらオズモンドからプレゼント返ってくるでしょ。来たな。そうしよう。頭いい。よしよし。わらじべ長者行きましょう。こんばんは。トラサカ、筋肉をクールダウンしてたところなんだ。いつも100万回やってるもんな。もろ
この配置筋トレ効果を狙って寝ないで考えたんだわーい。広いってこと？いや、せえへんよ。確かに筋トレしてトイレしに行きたくなったらすぐここでできるもんね。プレゼント渡したんやって。できたらええのにな。したいわー。お前と筋トレ100万回したいわ。100万回したいわー。これやんな。いいのくれよ。頼むぞ。つけてくれ、今。あ、マジで？いいっすか？いいっすか？お、似合うやんけ！すげえ似合う。見切れてるけど。プレテンシェイカーをお前にやるよ。きたー！これやんけ。一緒写真撮ろうよ。ああ、おそろ、ああ、おそろ欲しい。ああ、ダメだ。愛情が止まらねえ。このグラサン俺も欲しくなってくる。おそろが持ってなかったら写真なんて一緒に撮れねえ。そー。プロテインシェイカーあげようか。いらんし、絶対に。通販で買えんのや。ああ、なるほどな。ペアレックしよう。もう愛が止まらんわ、オズモンドへの。どこやねん、あのウサギ。おったって、何釣りしてんねん、僕。釣れへんよ、こんな。釣れへん、釣れへん。はい。あん、釣れへん、釣れへん。はい、終われ、終われ。はい、終われ、終われ。終わったし。空気読んだな。よっしゃ。これあげるよ。プロテンシェイカー、欲しかったもんな。喜ぶかな。お？プロテインシェイカーじゃないか。ありがとう、どなたか。うちの好みよく分かったけど。マジなん？あんたいいセンスしてる。どういうセンスなん？部屋を片付けてこれを片付け、すごい楽しみだ。めっちゃ、あ、やばい。探検服、何それ何それ。どんな服なん？迷彩柄？え、なんかピンク色の服に見えないけど。着てみるか。おお！悪くはねえ。いいやん。悪かねえぜ。飾ろうかな。いや、悪くないよね。ちょっといらんもん片付けよう。これも俺まだ一回も泳いだことないんやね。あ、てか、あれやん。魔法のステッキさえあればいつでもいけるもんな。まあでも今はしまっとくか。やり方知らねえし。よし。あとあれや、リメイクしないと。クローゼット、クローゼットと、またステッキが違うやろ。なあ、ちゃうもんな。ふう。確かに、アイダにサンドバッグでもよかったな。あ、そうか。アイダにサンドバッグはめちゃくちゃ合うな。しまったな。クローゼット作ろう。クローゼット作っておいたらちょっと俺の家良くなるかもな、見た目。てか俺木のクローゼット嫌なんやけど、もっとええクローゼットないの？これしかないんか、今。これか。これで作って話しかけんのかな？あ、リメイクってこと？それを。マジで？え、これやったっけ？あ、木製のクローゼット準備できたんだもんね。リメイク体験を始めるなども。必要なリメイクキットは直前に渡すから、まずは作業台に向かってちょうだい。お、マジモンやん。めっちゃ教えてくれるやん。リメイク体験、ほら、どうなんの？どうなんの？リメイクキット渡すだもん。おっそ。太ってるからや。さっさと歩けや。そしたら木製のクローゼットを取り出してリメイク体験してみるたの。これか。おおおおお、マジかよ。いや、いいやん。え？ピンクかわいいやん。で、ダークウッドもいいな。ピンクかわいいやん。
意外と俺ね、部屋に置くもんにしたらピンク意外と好きだったりするかもしれないんだよな。てか色だけなんこれ変えれんの。形は変えられへんの？ニス塗ったりできへんの？お前太りすぎて手叩けててないやんけ。お前胸叩いてんねん。それ腹叩いてんのか。こんな風にリメイクできるのに、ね、そうなんや、色変えれんのいつでも。なるほどな。はい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 、これはでも確かにいい機能。話長いな。もうええねん、長いんよお前。我我もう長い長い、もうええねんわ。もうこことばかり喋るな、オタクが。何しようとしましたっけ。クローゼット置いてくるかとりあえず。あ、そうや、欲しいや、忘れてた。忘れてました。どれだ、オカリナなんかな、欲しいな。どれですか。え、なくない？え、終わった？俺レシピ持ってたよね。その他がないね。あったわ。え、なんかいるで。あ、大きな報酬のかけらがいるやん。なるほど。大きなやつ持ってないな。多分持ってなかったよね。いや、俺持ってなかったよ。持ってたかな。マジで見てこようかな。今だ。一応見よう。一応見ときます。どれだ。あのコンペイトーみたいなやつやんね。ないかな、やっぱりないよね。これ雪やもんな。ちょっと俺今日あれやわ、やるわ。夜中にいきなりさーってやるわ。で明日拾おう。夜中にそれあるわ。怖い、取れへんよ、うん。で今日できるもんってこんなもんでしたっけ。あー楽しかった、マジで。このゲームいいゲーム。うわ、タランチュラや。待て、待ってよ、ちょっと待って。どこ。はぁー、刺された。最悪や、逃げられた。最悪や。走らん方が良かったんかな。むずいなぁ。なんとなくガー捕まえてみたけど。ってことで今回のロブソンを言わろうかな。疲れた、おもろかった。パニエルのとこ行かないの今日。行けんの次の日からとかじゃないんや。疲れた、面白かった。あ、それでも部屋に置こう。それはしよう、あのクローゼット。そうやん。くそ。オズモンド写真撮らないの？グラサン持ってないもん俺。グラサン買えるんやったっけ？それともなんか次の日来るんやったっけ。なんかそんな感じじゃなかったっけ。確かそうよね。あ、服屋さん見てないやん。で今日おらんのか。来てないやん。いつも俺や。明日か。くそー、クローゼット置こう。最後配置だけちゃんとしよう。残念やな。いいかと思って入ったら家じゃなかったやん。
分かりづらいな、もう家かと思った。似てんねん、なんかちょっとでかいから俺の家かと思うやん。近いねん、紛らわしいな。お店と似てるよね。クローゼットって奥ならここかな、やっぱりここやね、絶対ここやね。え、なくない？クローゼット、あれ？これか、あったわ。ええやん。でもここにやったらこれ変やな、邪魔やな、開けられへんもんな。でも配置的にはここ結構俺好きやな。どうやって変えられたっけ、あれ、どうやったっけこれか。オッケー、これが正面から見た状態ね。はいはいはい、これをどうやって横にするんですか、これ。縄を、これか、こうするか。もうこれしまうか。いやでもなんかよかったよね、クローゼット、こっちの方が好き、ほんま。じゃあそうしよう。いや俺なんか置きたかったもんね、なんかスーパーヒーロー感があって。待てよ、あー、まあ一回とりあえずこれでいいわ。あとはこの上あたりに塔って書いたあれやな、色紙欲しい、中身。終わりますか、またやりましょう、また付き合ってください、ありがとうございました。じゃあまたね。